あの頃二人のアパートは裸で急眩しくて、貨物列車が通ると揺れた二人に似合いの部屋でした。覚えてますか、寒い夜赤ちょうちんに誘われておでんをたくさん買いました。月に一度の贅沢だけど、お酒もちょっぴり飲んだわね。はい、こんばんは。こんばんは、こんばんは。はい、花声の私でございました。はい、ね、花くその僕です。なんちゃってね、すいません、まだつまんないこと言っちゃいました。また歌い出しリバーブ忘れてました。いや大丈夫です。予想のできないリアクションありがとうございます。いやいや、今日のねテーマはね、赤いことでですね、赤なんてもう死ぬほどありますからね。そう、本当にもう多分ね、赤で例えばそのコンピューターでみんな多分この見てる人たちはね、検索してるわけですよ。曲名検索赤とか言ったら多分死ぬほどダラダラ出てきてやね。出るかな。うん、もう例えばでもさ、うちの番組限ってはあの光景だからね。そうよ、俺が得意な小袋とか言われても俺はダメよ。俺得意なら小袋、俺小袋得意よ。嘘だけど。まあね、まあでも今日はテーマ赤でいいんでしょ。夜明け小焼けの赤とんぼ。あ、これ赤ですか。赤ですね。夕焼け小焼けってこれ赤出てこないっけ。くれては、でもまあ山のお寺に金がな、でもまあ夕焼け若いって、まあまあその、まあ、歌ってずっとそんなさ、いくらでもあるって言って、しゅんさんがずっと歌ってたら右下の人がいなくなっちゃって、ね、出れなくなっちゃう。というわけで今日もいつもの右下の人はね、そうそう、ここら辺に、はい、みっちゃんの脇の辺にいると思うんですけど、ね、はい、ともっぴー。はい、こんばんは。ヘッドロック、ヘッドロック、ヘッドロック。ちょっともう一回今日のテーマ言ってもらっていい。今日のテーマ、今日の赤、今日のテーマ赤ですね。赤、はい、レッド。髪の毛で見たの、何レッド、どれ。お、本当だ、レッドに、何それ。おいしゅん、僕はそのトレーナーを持ち上げると赤いブラジャーみたいな、そういう話ですか。違うんですか。今日は下根さんありですか。そういう世界ですか。俺今日の俺下着赤かもしれない。ちょっと見してもいい。見んで。あ、そう、見たくもない。はい、ね、もう続々と来ていますよ。はい、はい、はい、うん、もう行っちゃいます。どうせさ、三号さんあたりがさ、赤いトラクターとか言っちゃうんか、小橋明だね。あ、いや、あるね、赤いトラクターね。象が踏んでも壊れないじゃん。なんだっけ、違うな、言っときますけど、僕はついさっきまでそのテーマ忘れていましたぐらいで、だからあの予習は全くしておりません。なので、あの風邪直してくださいよ、ね、風は俺も直したいですよ、もちろん。引きつけて引いてる風邪じゃないですけど、しゅんさん惜しいってきた。惜しい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 、誰から来た、誰から来た。もしかして、あのリクさんなかったですよ、まだね。買ったね、じゃあ。それは僕の一生ということで、はい、一生でね、はい、残っちゃう。じゃあ行きますか。はい、どうぞ。もうね、のっけから赤鼻のトナカイなんですけど。真っ赤なの鼻のトナカイさんはいつもみんなの笑いもの。ってことですか。はいはいはい、ってたってことで、はい、はい、そして、勝負じゃないから、ほんと僕世の中の曲の多分僕1割も知らないですから、ね。1割知ってれば偉いよね。うん、俺ら 0.3% ぐらい。赤は赤でも、うん、赤ちゃん、赤は赤でも赤ちゃんって、こんにちは赤ちゃん。え、トモピンも風邪いてんの。鼻声っぽくない。ピンポン。その小さな手、やだ、映んない、瞳ね、はい、知ってる、知ってるということでね。はい、あ、知ってるということでね。はい、参照。なんかね、これ何、赤いサラファン、赤いセロファン、あ、違うな、サラファン、ロシア人って書いてある。知らん。ロシア人は知ってます。人間の名前なのか、何か違う意味があるのかとか、そういうことさえも一切わかりません。ロシアでは昔ジェロバってバンドがさ、共産党ヌ
みたいな感じでしょ。本当に本当に京王さんとですか。はい、そうですか。京王さんとね、あれこのリクエスト中島みゆきルージュっていうのが来てるんですけど、これは赤なのかな。まあ、ルージュはルージュって口紅のことじゃないの。そうだよ、別に 青の口紅もあるでしょ。そうだよな、そうでしょ。紫もあるよ、紫もあるよね。ルージュは赤ではないということで。ルージュって赤って意味じゃない。口紅じゃ、口紅なんて、リップスティックか、あ、違うな。例えばあの僕の得意分野の話で申し訳ないですけどね、うん、あのベルギーのサーキットで有名なスパフランコルシャンでサーキットあるわけですよ。そこ の1コーナーぐるりんと回り込んでビューッと降りていくと、こうどでかーい、こう折りっぱなにビューッと上がっていくと S 字カーブ、そこでオールージュって言うんですよ。オールージュ、うん、赤い水。へえ、じゃあやっぱルージュ自体が、ルージュってフランス語、赤で赤くそこから転じて口紅のことをルージュというわけさ。フランス語なの。フランス語です。オールジュ。ベルギーってフランス語だっけ。オーデコロンのオーですよ、だから、うん、ベルギーはちょっとややこしいんですよ。ベルギーはね、上と下が、そうか、ドイツ語っぽいとこもある。ドイツ語もほんの一部ある。一部あるんだ。基本的にはフラマン語という、まあ、そのオランダ系の言葉と、もう一つのフランス語なんですよ。へえ、さすがしゅんさん。南北戦争が起きるぐらいの国なんでね、うん、ベルギーの今はだから連邦制に移行しました。ベルギーの F1 の有名な人って誰がいるの。あ、誰かいたよな。ああ、今ちょっと出てこないね。友達いたじゃん。いなかった。友達いないか。友達ベルギーの。まあ、そんな話ですとまたね、あのトンチンカンの言っちゃうんで。さあ、次いきます。はい、はい、はい、はい。あ、ルージュは歌っときます、うん、どんなんだっけ、ルージュって。俺ちょっとごめん、それ覚えてない。中島みゆきさん知らないよ、俺。今度中島みゆきナイトがあるから、ぜひ来て、そうだね、歌ってください。今、リクエストしたあなた。中島みゆきナイトよろしくね。12月第3。怖いんですけど。12月の第3土曜日に。第 3?、ね、第3に土曜日にね、中島みゆきナイトね。再来週だ。はい、はい、続いて赤胴鈴之助をぜひ。おー、赤胴鈴之助ってなったね。その前は全然出てこない、そこしか出てない。わちだって。剣を取っても日本一の。俺最後の赤胴鈴之助しか知らない。あったね、そういえばね。そんなことは、赤吉のイレブンってサッカーの漫画だったったんだよ。知ってる。ああ、それは知ってる。長い号をテーマにした。それは俺でもね、歌えない。アニメだったぞ。アニメ、アニメ。赤吉のイレブンね。はい。小林明、赤い夕日の渡り鳥。あんの？どんなんやったっけ。歌詞が赤い夕日の渡り鳥じゃないよね。うん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 、あったあったあった。固まりました、固まりました。負けということで、負けですね。はい、じゃあ次、コーエスター家族。いい曲だよ、でも好きだな。ね、何でやって、コモエスターってやつでしょ。あ、コモエスター、ララ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 。ちょっと当てる？多分。ララ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 ラ、ね。はい。今のは勝ったのか負けたのかよくわからない。ね、メロディーはしてないけど歌詞がさっぱり出てけへん。なんかね、モエスター、セニョリータ。次のリクエスト不思議なんですけど。そんなんだよ、確か。何？あ、買い物武器？これズル？赤い物武器ね。これズル？赤い物武器。いやでもね、うまい、うまい。あなたセンスある。うん、ぼちぼち招待しましょう。センスありますよ。何か始まりましたけど。ナイスプレー。とりあえず熱いのでこれで。今から赤いもの出しますから、ね、赤いもの着ているという話。赤いちゃんちゃんこになっちゃった。ちゃんまだ早い。はい、まだ早い。さっきこれを誰かに、ね、あの直帰着てると言われましたからね、直帰。スリーピース。グー直帰パーみたいな。そうなんか、すみません。あいつもチェン。はい、なんですか。次は。あれ、買い物武器。買い物武器。ああ、何やったっけ。今東京武器と頭の中落ちるんだろうな。ねえ。なんとかかんだ、なんとかかってどうのこうのじゃん。何やったっけ、何やったっけ、出てけへん、出てけへん、出てけへん。あ、悔しいな、これ、これ出てけへん。じゃあ、思い出しつつ次の曲。うん、はい。とかコメントはないの。もうね。リクエストばっかり、嬉しいんだけど。そうです、はい。コメントしろ。はい。恋は赤いバラだって。NG コメント出てみるぞ。恋は赤いバラ、誰だろう。恋は赤いバラ、GS スター、誰だっけ。恋は赤いバラ、GS スター。さあみーちゃん頑張れ。ブルコメじゃなくて恋は赤いバラ、誰だっけな。 GS だよそれ、間違いなく、うん、どんな歌。いやそれも分かんない今。今分かんない。 GS ならみーちゃんの世界なんですけど。そう、そうなんだけど、恋はでもね GS だけどね。恋は赤いバラ誰だっけ。ワイルドワンズ、あ、加山雄三とランチャーズ。あ、そうだろかな、分かんない。恋は赤いバラなんか、あ、ランチャーズか。ああ
なんかでもブルコメ、あ、まあいいや、はい、はい、負けということで、はい、意外と難しいですね、赤い橋、不思議な橋がこの街にある、渡った人は帰らない、あれか、あれ、渡った人はか、帰、こうでわからんの、帰らない、うん、その赤い話を、はい、じゃあ文太さんも渡っちゃったのかね、ちょっと残念ですけど、あれは虹の橋言うんじゃないか普通、あ、虹の橋わかんないけどね、文太さんも亡くなっちゃったけど、うん、じゃあみっちゃんの赤い歌、何、俺にリクエスト、何、うん、何来てんの、だから赤い歌どうぞ、みっちゃんの、みっちゃんの赤い歌、わ、俺はまた俺の赤い歌、うん、赤い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 みたいな、すいません、いや、それ分からんの全然いや、じゃなくて、あのね、俺意外とこう見えても、はい、あのこう見えても、どう見えてるかしらんけど、ちょっとヘビメタっぽいのもかじってたのね、ほうほうで、でもね、アースシェイカーとかにね、確か赤い歌があったと思った、歌思い出せないんだけど、そうじゃなくて今、あ、違う、赤いな、あのね、なんだっけな、今トンピが聞いてんのは、だからみっちゃんにとっての赤い歌は何ですかって、一番印象に残ってるのは何ですか、いや、いや、したらやっぱ真っ赤な太陽になっちゃうね、ブルコメだもん、どんな、真っ赤に燃えた太陽だから、あれはだからブルコメがなんていうのと一緒にやって、そかそかそか、でブルコメが批判されたのよ、なんで演歌のやつ一緒にやってって、お前はロックじゃねえって、そもそもロックなのかあれブルコメ、まあ、それもそれも分かんないんだけどね、微妙なんだけど、でもグループサンズであくまでのあの子、そういうのを批判するのはまだ生きてる人、あの人でしょ、うん、えあの人じゃないの、あの内田裕也じゃないの、いやいや、まあ、もちろん裕也さんも多分批判したと思うんだけど、全体的な流れの中でタイガースとかやっぱほらテンプターズとかローリングストーンズとかビートルズが好きだったでしょ、それは例えばボブ・ディランとか岡林が一時商業主義にお前魂打ったと言われたみたいな、まあまあまあそんなのもんで、だから結局そのそれでほら、まあ結局ブルーコメッツはその後にもさ、そのなんだろう、紅白に出たりしたじゃない、うん、でやっぱりその本当だったらば GS が紅白に出て喜ばれるとこだったんだけど、うん、お前ら NHK になんかこう寝返ったみたいな感じの批判をされたわけ、うん、あのそのあの子の反対性かっこよかったから、ね、そう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 、 NHK っていうのあの体制の象徴だったからね、そうそうブルコメはそういった意味でもだから美空ひばりさんとせっかくやれたのに、やっぱブルコメのメンバーは美空ひばりさんとやれるなんてことはもう夢のような話だったわけね、自分たちはジャズバンドだったんだけど元々は、うんうんうん、だけどそんな中で実はだからすごい批判を受けた、真っ赤な太陽、なるほどな、そう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 、岡林もボロクソ言われて、うん、でもさその後で演歌に走ったからね、あそのまま、ね、水谷ひばりに曲作ってるからね、うん、別にそんな決して悪いことじゃないんだと思うんだけど、その頃はそういう GS の中でもそういうのがあって、真っ赤な太陽がやっぱ僕の中ではね、俺水谷ひばりの現物に会うとやっぱりね、うん、違うだろうね、オーラに飲まれるらしいぜ、そうらしいよね、俺も聞いたことある、やっぱりものすごい人だったらしいからね、うん、っていうか演歌の人は結構やっぱね、今の現役いる人いるでしょ、うん、その中でもやっぱね、あの結構やっぱオーラがあるって言ってた、島倉千代子さんなんかあんなまったりしてるけど、またのらりくらいしてるけど、どっちも悪いことばっかり、のらりくらい、まあ、のらりくらいじゃもう亡くなりましたけど ね、え、島倉さんも亡くなったんだっけ、あ、ちょっと前に亡くなったね、3、4ヶ月くらい前、あでも下手なこと言わない方がいいね、そうだね、うんうん、でもやっぱりオーラあるって言ってた、うん、そうなんですよ、そうそうそう、さあじゃあしゅんさんの赤い歌は、うん、また考えちゃったよなんで考えとかんかね、前もってね、うん、でもね、僕やっぱり一番初めに頭にとった赤提灯とかいうのがね、やっぱり赤の、うん、さっきのあれですね、の歌ってですね、はい、あでも、まあ、赤い鳥とかの方に行っちゃうね、気持ちとしてはね、あ、アーティスト名、うん、アーティスト名だけどね、うん、さあじゃあ私これ絶対来るだろうと思ってた曲をお願いします、うん、何、赤い風船、あーティーティティリティリティティティリリリリ、最後の声あの子はどこの子、こんな言う誰誰これ揺れ小さに握りしめた遠い空、そんな時
った小さな夢持ってはい、テテもういいよ、もういいよ次の曲どうぞ、はいはい、ブルーグラスの人の人のレッドウィングでいいのかな。それはね、バンジョーだから弾きませんね、バンジョーで。レッドウィングって曲あるんですよ。テテン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 っていう曲ですけど、はい、はい、じゃあ赤いハンカチ、どんなハンカチ、赤いハンカチ、あー石原裕次郎、あーちょっとね、僕は生まれてないですね、裕次郎さんも死んじゃったね。本当ですか、これなんて読むの。あー、何現場だったっけ、あの赤楼市の歌な、タバラ星なんだっけな、タバラ星なんか分からんじゃない、なんかそうあったね。歌えますか。いや、分かりません。ちょっと赤影ってドラマもあってね、赤影なんだっけ、忍者、仮面の忍者、赤影天承知とか、それは子供だったね。そうそうそう、白影が年寄りでな、そうそうそう、青影だ、青影だっけ、これはな、そうそうそう、あ、でもあれって赤影って番組じゃなかった。そうだ、仮面の忍者、赤影、あ、そう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 、あれかっこよかったよね。あ、恋は赤いバラ、殿様キングスだったみたいですよ。へぇ、はい、あー、じゃあ GS でも何でもいいじゃん。真っ赤なスカーフ、真っ赤なスカーフ、真っ赤なスカーフってもしかしてヤマトかい。そう、あー、なんだっけな、カナラ、あ、これ2番、これ2番やな、真っ赤なスカーフ誰のだな、あの子が降っていたや、あの子が降っていた、真っ赤なスカーフ誰の声に積もっているか、誰のためでもいいじゃないか、みんなその気でいればいい。旅だ、ここでわーっとハモンドさん、あ、そうだった、わわわわみたいな、そのあのクルフェみたいな、あ、わわわわ、旅立つ男の胸にはローマの横歌ですよ、ララララララ、これあの佐々木さんだっけ、確か佐々木さん、うん、確か、あのテーマさんごとしょ、さらばーって一緒で、あ、そうだね、ララララララってラララ真っ赤なカーフーってことなんだ。今日のモノマネ、今日のモノマネコーナーでした。そうそう、俺風邪ひいてたからちょっとあの無理できませんけど、いやいや無理してました、はい、今だいぶね、レッドゼッペリンはだって、レッドゼッペリン、はい、君のせ、君の世界でやってきました、はい、レッドゼッペリン、レッドゼッペリン、僕休憩タイム、レッドゼッペリン歌えないよ、あんな聞いたないだけどレッドゼッペリンで俺が一番最初に覚えたリフはやっぱ、うん、ごめんな、え、歌は歌物は歌物、これ You my favorite こういう、そう、キーが高いの、この間の、何やったっけ、誰やらの、あの、あの、なんだっけ、Are you ready? あれホワイトスネークね、そう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 、レッドゼッペリンね、うん、一緒それと違いが今分からなかったもんレッドゼッペリンとホワイトスネークは一緒ですか、いやね、似てるようなもんです違うか、あ、赤い風船ちょっと違いましたって、赤字がね、これはうろ覚えですから、すみません、はい、はい、というわけで、何でしょうか、あ、なというわけで、次いいですか、今日 の、はい、あのサムシングファインコーナーあるのかなと思ったんだ、あ、まあ、まあ次は何か、一応簡単に、はい、それで、お、SID、 SID の ID303、これで403っていう、まあ、あのあれが有名なんですよね、井上陽水さんが使って有名にしたのは403、ね、これはこの下の下ので、ね、303、ちょっとねお値段ご希望か、あのこれもお客様からお預かりしてるものなんだね、ちょっとご希望価格が若干高いので、しばらくしたらちょっと交渉してもう少しお値段下げてもいいですか、あ、違うかまあでもね、すごい木目綺麗です、はからんだブラジリアンローズウッドっていうのを使ってて、今ではねワシントン条約、今でもっとずいぶん前から、ね、1969年に、あの止まりました、ワシントン条約で、はい、あの伐採成功輸出しちゃいけない木になって、それをねこう惜しみもなく使ってる、はからんだ材はちょっとね、この頃の塗装の技術がまあいまいちだから、ちょっと白濁っていうんだけどね、しちゃってるんだけど、でもね音はやっぱすごく音関係ないね、はっきりした、すごい低域がものすごいはっきりしてる、弾いてみよう、ガチンでチューニング合ってないのでもったいないからさ、
残念だわ。てかだってこれを出す気がなかったから。あ、そうそうそう。そうそう、今急に振られてえと思っていきなりあれしたから。そうそうそう。そうここで弾いてくれっていう話だね。そうそうそう、すごい。思想はもちろん自由ですからね。そう、トップもね、ほとんど浮きがない。まあトップは浮きがない、ね、例えば中古ギターが12万8000円って聞くと普通高いと思うじゃん、うん、でもじゃあ12万8000円でこのギター買えんのかさ、絶対買いませんから、ね、今これと同じことをしたら、仮にハガランダを使えたとしても、いや俺や同じことをしたとしたらもう30万とか35万になっちゃう、うん、そう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 、そもそもこのハガランダって木はもう使えないんだからね、うん、そう、これはね、希少価値の、うん、そう、でこれ303のね、初期物なんだよね。ここに303の最後のあのボードのね、最後のところにこう303ってこうガツンと打って、このフレットのね、最後の最終フレットに字が打って、そう、70年代のでもね、初期もんな、初期もんな、まあ、そんなわけでこれが今日のサムシングファインコーナーでした。はい、はい、というわけで、はい、もうそんな時間なの、もうそろそろ一応ペコちゃん呼んどこうかなみたいな気がするわけですよ。ペコそうな、ちょっと今何分なの、ん、今何分、俺と今あとね8分ぐらいじゃないかと僕は思うんですけどね、僕の腹時計で、腹時計腹時計であれどこでペコちゃんは、あ、大丈夫ですよ、ペコちゃん、ペコちゃん、ペコちゃん、はい、呼んでるよ、はい、吉村さんちゃんと呼び込んでいただかないと、はい、じゃあ今日の、はい、ペコちゃんコーナーでーす、ペコちゃんコーナーでーす。おなんだ、お礼でもいいものだ、おでもいいもんだ、おーイエーイ、なんかしゅんさんだ、お誕生日おめでとうございます。ちょっとそれ、イエーイ、早いんじゃない、僕は見て明日よ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアしゅんさん、今もなってるし、ハッピーバースデートゥーユー、お聞きしてください、明日お誕生日です、裏まで裏まで裏まで漏れなんか、はい、すごい、何これ、ギターがくっついてるよこれね、私、うん、すいません、ここだけ私頑張って作りました、あ、マジで、すげー、明日なんですけどね、明日ですよね、明日で赤いちゃんちゃんこ来ちゃうんだね違ったっけ、違ったっけ、違う、違う、あれ違った、まだあと、あ、だから過去本数数えてよ、ここの本数ちょっと 1,2,3,4,、ま、もうちょっと、あの 1,2,3,4,5,6,74,75 歳、ない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 、まあ違う、なんかじゃあ、うん、そう、うん、スーちゃんからです、おめでとうございます、いただきます、イエイ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 、そして、村長からです、村ちゃんからです、いいですね、もう盛り上がってます、皆さん明日お待ちしてますからね、皆さんからのプレゼントは明日でも間に合います、明日から受け付けて、カモンエブリバディ、イエイ、僕はだってほら、はい、来週やるとほらうんとさ、ね、過ぎちゃうから、ね、やっぱり前日やる、それでも持ったままじゃ大変でしょ、来てますよ、おめでとうって、これどこに置くの、ここでいいですか、すごい、あ、いいですね、でもなんか還暦とか米寿とかほらみんなそう思うんだって、みんなそう思うのよ俺だけじゃないんだよ違うかそういうことだった、で今日何、ちょっとでもなんかやる曲決まってんの、まあ、あったんだけど、まあ実はあの時間がなくなっちゃったら歌わなくてもいいかなと思って、もう時間もなくなっちゃったの、まだまだ大丈夫、まだあるみたい、大丈夫大丈夫、なんかじゃあ何歌うの、そこの歌も、それ行こう、え、何の歌、何それ、赤とんぼ、はいはいはい、赤とんぼ本当にそれ、本当にそれでやるの、これあったリクエスト、リクエストあった、あったあったあったよね、それはね、赤とんぼは出るよな、あと、うん、赤いスイートピーとか来てる気がするよ、もう来てるって、ガトンボも来てた、赤いスイートピーはね、意外に来てなかった、うん、あ、来てましたね、後半で来てました、ペコ、うん、さんも今日赤だね、全身、そうだよ、ちゃんと全身赤、ちゃんと来てきたよ別に決めたわけじゃないんだけど、赤だね、あ、じゃあ、もう、ほんとだ、皆さん赤、時間的にこれで終わりな感じですかね、もうそうですね、そうですね、あと5分、どっちやんの、どっちやんの、どっちやんの、何やんの、赤トンボ、赤トンボも行けましょう、赤トンボも行けますね、じゃあ俺はこれ持とうか、赤トンボ、赤トンボの羽を取ったらアブラムシ、アブラムシ、アブラムシの足を取った柿の種、柿の種、柿の種、
こんな歌がなんで流行んのかね。ねえ、まああの頃なんですよ。大ヒットしましたね。いやだから、何年かに1回ナンセンスソング流行んのよね。あ、そうそうです。あの頃特に何年かに1回こういうの多くなかったですか。今でもあるよ。ほらは死んじまっただ的な感じのとか。今でも団子三兄弟とか。ああ、でもあれってあれは子供番組の何か中から生まれた。そうそうそう。だけど黒猫のタンゴとかなんかそういうのが何年か1回必ず。あ、でも黒猫のタンゴも確か子供の番組かなんかからでしたね。言われてみたら、はい、うん、はい、大学もそうだし、今日は黒じゃないけどね。来週は黒テーマ。来週は黒。この曲来ちゃうじゃん。来週何色でしょ。ずっとカラーでいったらさ、365日終わっちゃうよ。え、でも当分色でいけるよね。まあ、で何やんの。そうそう、もう一個なんか違うのやろ。あ、そうそうそう、これこれやりましょう。いいじゃん、いいじゃん、さっきのやつ。いや、もう時間的に多分。すごいね、いっぱいリクエスト来てました。本当。あ、じゃあ、みんな名曲だと思ってんだよ。だってなんかちょうど時間的にもそのもんじゃないですけど。マジですか、30秒。もう5分切ってるもんね。あー、もう、はい、じゃあいいよ、はい。真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節なの。風を激しい愛に焼けた姿は燃える心、恋のときめき忘れず残すため、真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節なの。はい、みんな踊るよ。沈む太陽だから涙に濡れた恋の季節なの。渚に消えた二人の恋に口づけ恋が白く目に染みる。口づけ交わし永遠を誓った愛の孤独、海に流して激しく身を任す。真っ赤に燃えた太陽だから、涙に濡れた恋の季節なの、恋の季節なの、恋の季節なの、恋の季節なの。イエイエイ。中さん、改めておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ね、今週もいい感じで番組進んだんですか。ね、数数えてね、来週のテーマは。いや、あ、そっか、何、来週のテーマ考えときます。皆さん、あの、募集してます。フェイスブックのね、あそこでまだ考えてる。そうそうそう、フェイスブックのね、あの、音楽、あそこでわかりますか、あの、この系音楽談義ってフェイスブックで、あの、見てもらえますページがありますのでね。そこにね、リクエストしてもらえれば。はい、別に色でもいいんじゃない。今日はちょっと色しみやりたいと思います。今日は何章何百ぐらい。あ、そうなの。今日結構勝率高いんじゃないの。マジで。あれ、あれ歌ったんですか、そういえば。燃える男のって赤いトラクター。じゃあ、水色だ、トラクターね。水色、水色で行こう。え、水色なんで。いや、もう、ピクシー、声は水色しか思いつかず、俺。あ、そっか。水色の雨ぐらいしか思いつかない。あ、2曲出てきた。バイバーイ。明日誕生日。イエイ。